にちは。監修の水戸久志です。稲部優です。今日は今練習ができない状況の中、どういうふうにこれから練習をしていけばいいか、あるいはこういう時に私たちオリンピアンがどういうふうに練習してきたか、そんなことを稲部さんと2人で話をしていきたいなというふうに思っています。それをみんなが参考にしてもらって、これからの練習に生かしていってもらえたらいいなというふうに思っています。早速なんだけど、選手の状況とか今どんな感じですか？自分も経験があるけど、一日休んでもちょっと鈍るとか、まあ1週間だったら風邪ひいたと思えばいいかって割り切りもつくんですけど、1ヶ月とかその前から使えない状態が続いてるので、もう正直この後できる気がしないって思ってしまうんです。このあと試合もあるのかな、夏に、それもどうなるのかな、このあとの予定が全然立たないし、自分はそこに気持ちを合わせていけるのかなとか、もっと具体的に言うと、例えば技が全部戻るのかな、大会に行った時にできないんじゃないかっていう方が、そう強いんですよね。できないって思ったら体操をやりたいなとかって思う日もあったりする。それが全部じゃないけど、こうやって心配になっちゃうし、どうしたらいいんだろうと思う。確かに今の状況だったらそう思うのも、仕方ないし、当たり前というか、それがすごくこう、自分はそうだからダメなんだっていうわけじゃ全然ないと思うので、で実際その本当に1ヶ月練習ができなかったから、本当に体操選手としてもできなくなっちゃうかって言ったら、そうじゃないと思っていて、自分自身もその現役時代に3回膝、足の大きな怪我をして、大体半年ぐらいはそれぞれこう練習ができてなかった時期っていうのがあって、それはもう1ヶ月どころではないし、その例えば足に2ヶ月とかギブスをしていると、本当にもう足がこうひょろひょろになって、その足見たらこれ無理だろうと思って思ってた時期もやっぱりあるから、その今の状況から考えたら試合できるかどうかって言われたら、それはできないと思うし、できないんじゃないかっていうのも当たり前だから、そして不安に思うことが当たり前だっていうふうな受け止め方の中で、でも今できることを続けていくと、実はその休んだ時期の中でも、20% ぐらいのトレーニングを継続していけば、戻りが全くやってない時よりも半分ぐらいで戻れるっていうような研究とかもあったりするから、その 20% ぐらいの強度だったら、腹筋背筋の体幹のトレーニングと、スクワット系の足のトレーニング、あとその上肢の倒立バー使ったトレーニングで、賄えるんじゃないかなと思っているので、いつかそのこう戻った時にそれが少しでも戻りやすくするための準備っていうのを今やるしかないし、やってほしいなと思ってます。自分なんかも怪我をしたら、もっと長い期間できなかった期間が経って、しかもそれが1回じゃないし、その3回の大きな怪我の後にオリンピックに出るから、そういう自分の経験から言えることは、この1、2ヶ月が、仮に練習ができなかったとしても怪我してるわけでもないから、中には怪我をしてちょうどこうやめにしてる選手もいるかもしれないけど、でもそれと比べたらまだまだその戻しやすいと思うし、その戻した時に自分が少しでも早く戻せるように今準備するってことがすごく大事だと思います。自分もそうだ、怪我して何にもできなかった時が、確か1ヶ月ありました。あばらを折って、それこそ息するのも痛いから、1ヶ月は補強もできなかった、それでもやっぱりその年は代表を逃して、でもその翌年にはちゃんと入ってます、大丈夫ですね。大丈夫です。不安に思わない、本当に今の状況だと絶対そうなっちゃうと思うんだけど、それが本当にずっと続くわけでもないから、ぜひその下にこう沈みすぎないことと、今言ったように 20% でもいいからそれを継続するっていうことを今の時期にやってほしい。
まあ、最低限というかできる限りの努力を続けられるかどうかって、まあ、本当に大事だと思います。今なんか久さんの話を聞いて、なんていうの、この時期って、まあ、体はできる限りあって、そっちよりもなんか忍耐力とか精神力の方が鍛えられるチャンスなのかなっていう気持ちになります。あの本当にその通りだと思っていて、自分がその左下の前十字靭帯を切った時がオリンピックに出る1年半前だったんだけど、その、まあ、周りの選手もみんな練習日々できて、自分はもうリハビリしかできないという状況の中で、じゃあそのリハビリ以外にこの限られた練習の中でどうやったら自分がパフォーマンス高められるかって考えた時には、やっぱり自分がそこに行くための細かいその目標設定だったりとか戦略っていうのをしっかり考えるようにしたし、イメージトレーニングもこうそういう時にすごくやったことで、その後にすごくそれが生きたりしたし、その怪我をした時にこれちょっとまあ専門的に言うとリフレーミングって言って、こう見方を変えてみたら、あ、今ってもしかしたらそういう忍耐力をつけるチャンスかもしれないとか、そういった計画を新しく考えて考える力を養う時間かもしれないとか、物の見方を変えるとこうまた違う捉え方ができて、結果的に自分はその怪我の期間があったからこそアテネオリンピックに行けたっていうふうに思ってるぐらいすごく大事な時間だったので、まあ、これをどう過ごしていくかっていうのはすごく重要だし、重要だけどこうなんだろう、ある種こうやる気が出ないからとか前を向けないって人もこうあんまりこう焦りすぎずに過ごしてほしいなっていう、まあ、2つ言えることはあるかなと思います。振り返るとはそういえばって思うこともある、なかなか自分だけだと振り返られないです、うん、そう